さあ、キノピオハーバーだっけ？よろしくお願いします。ゴリラで美しく決めるぜ。シャギーン！目を合わせろよ。よろしくっす。さーて、最近マリオカートの動画あんま出せてなかったからね。特殊な事情でもない限りは今回、一発撮りで動画を出させてもらう。というか、投稿ペース的にね、そうせざるを得ないんだが、怖い怖い。よし、美しく滑らかに行きたかったぜ。だけどすぐに戻る。ふう、この辺の立ち回りも大事だよな。よっしゃ、よし、ここできっちりドリフト入れまして、キノコターボ上位ですよ。上位、今のところ平和すぎて特に言うこともね、言うこともねえんだけど、ちょっとショートカットしたかったんだけど、絶対減速しすぎなんだよな。ほらよ。うえーい、なんか後ろにプリプリ出してる。うえーい、だけどなんか減速しなかったから僕だけは無傷みたいな。もんよっ、落ちたな。ほっ、痛えけど、よう、ひとみちゃん、おら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 、あぶねえ、好物のバナナに釣られかけたぜ。あの人絶対前に投げるから。うわーやばいって、あれやばいって、もう壁にこっつんこしてもう助からないぞ。おらもう助からないぞ。どうしよっか、上位だったのにあっという間に下位ですが、幸いコインだけは10枚です。まだどうにでもなる可能性があります。後ろのアイテムもキノコまみれだからね、被弾の心配はいらないんだが、どうしようか。よし、怖い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 。ふう、鉄壁のバリア。よし、防御固めてけ。当然ですが早いルートいきます。あー、ずれた、やばいやばい、みんな不幸になーれ。イエーイ、お、キノコつまみ食い。うほー、なんとか戻るぞ。いやー怖えよ。ふっ、取った。ふっ、うわ危険運転すぎる。よしよし、おほほ、オッケー、なんとか6位まで上がりましたよ。よし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 、ふぅ、一応プラス2です。ふぅ、サンドイッチされてるね、ジャパニーズに。うっす、ドラゴンロード、私が1位取れないコースですね。はぁ、あ、まあ、覚悟を決めていきますか。なんかね、合う、あるよね。肌に合うステップ。いや、開幕落ちそうになったんだが、珍しいこともあるもんだ。猫です。どうも猫です。今回の私のライバル、猫です。私の目の前のアイテムを奪い取りやがった憎き存在、猫です。くそー。何笑ってんねん。何笑ってんねん。ほら、よし、取った。シュッチュー。まだサンダーは降ってこねえよな。まだ早い。おお、猫です。どうも。よし、よし。二つ取ったんだからな。直前にキノコを使い切ってもよかったが。そうそう連続でいいアイテム取れるとも限らねえしよ。いひー。怖え、怖え、怖え。おおほほ。後ろから無敵のスターが来てるしよ。よう、危ねえ、取れた。ブーメランが襲いかかる。鉄壁のバリア、崩すことはできないぞ。よし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 。いけ、ランデブー。怖かったので、キノコは使わなかった。アイテム取れない予感したんでな。怖い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 。お前らさもうちょっと仲良くしろよ。ほら、バナナ食えよ。俺の食い散らかしたバナナだ。皮だけでも君たちにこの、そう、うちの産地のフレーバーを知っていただきたくてね。ふぅ、1位が遠い。しかも、ジェットストリーム顎だな。顎、顎、顎。すわっ！オッケー。まだ終わってないですよ。いや、オッケー、バリア、うわ
なんかハンドリングめちゃくちゃ、おー怖い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 、死ぬかと思ったよ。オッケー、行く行く、猫です猫です、猫が猫が顎顎合コン状態じゃん、顎の合コン。すげえスムーズに略しかけたから、めっちゃ怖かったよ。顎は4人組でキャッキャしてるから、これ深夜にコンビニ行く時の恐怖だよこれ。うわー、夜のハイウェイじゃねえの。顎顎顎顎うほう、そう、顎に対してうほうで対抗していくぜ。おっしゃー、美しくコイン回収、一気にそう有利な状況を作っていくぞ。もちろんアイテムを取るさ、投げるさ、そしてあんたたちを地獄に叩き落としてやるぜ。うおー、ギリギリ、危ねえ危ねえ、いいね、クッパシ前よ、ここは前に攻めるべきよ。うれ、キュー、かまわん、ゴリラに、ゴリラに優しい世界を、ゴリラに優しい、ゴリラには私も優しくしてくからね。そう、あとでバナナをシェアする。よし、にしてもさ、今の社会は人間が数多いわけじゃないですか、神々ね、人が多いではないですか。これもしもさ、何か因果の流れでこうゴリラが一番多い世界線だったとしたら、例えばソシャゲとかでなんかゴリラをコンプする、ゴリラじゃん、バナナをコンプするゲームとか出てたのかな、不意に思ったよ。そう、エクアドル産バナナ SSR 的な、うん、大興奮かもしれない。これで実はゴリラってそんなにバナナ好きじゃないんですよって出てきたら俺ビビり倒すんだけど、実際どうなんですゴリラさん、痛いです、着地失敗、くだらんこと言ってるからだよお前。そのトーク内容に意味はあるんですか、ねえだろ。そうだ、ないよ、全く持ってないよ。しかもその話して何になるんですかって言ったら、なんもねえよ、文句あんのか、着地のない会話だってたまにはええやろが、というよくわからない逆ギレを披露したところで1位に限りなく近い位置につけてはいるんだな。ほい、なんかゴリラが減速してる、ダブル、うえー、そんな無理やり猫です、嫌な予感すんだけど、俺の春終わるの、おいおいおい、避けたと思ったら、おいおい、俺の春がすごい勢いで過ぎ去っていく。でもまだ終わってない、安全ルートから行こっかな、もうどっち行っても一緒だしな、チクショー、つうかゴリラが、あれ味方のゴリラがお前なんで死んでんだよ、人のこと言えねえけど、さっきまでワンツーだったじゃん。どうも水の中です、ナチュラルに思いましたが、こいつら呼吸どうなってんだろうな。はい、そこで止まっててくださいね、ゴボボ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 、行くぜ、急いで酸素を取りに行かないとな。さてさて、さっきはよくわからないトークをした結果、ゴリラ、そう、8位9位フィニッシュで終わるという情けなさ。今回は上位取るぞ。このステージは僕なんだかんだそこそこいい順位にいませんか。気のせいじゃなければですけどね。うわっ、失敗、もうトゥーン、助けて。まあ、ここどうせこの後ね、醜い争いが始まるんで、ほらほら、なあ醜い、うわぁ、好物のバナナにドンキ君真顔バナナじゃん、みたいな。この辺に咲いてんのかな、バナナトークやめとけっつってんだろ。あー、前方不注意じゃねえ、後方不注意、おらおらおらざまみろ、いて、あー、サンゴちゃん、チキシオ、9位、11位、下がる下がる、モートンのつまみ食い、よしよしよし、モートンつまみ食い、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね、スリップストリームいいね、おらおらおら、超加速だぜ超加速だぜ、一気に追いつくぜ、ミラクル超怖すぎ。なんか結局爆弾に当たっちまったっぽいし、ここどこ、よしよしよし、なんとか復帰、ふっふっ、よしよしよし、二つ取った、後ろから無敵来てる、俺も無敵、ゲソちゃん、意味あんのかなこれ、いてててててて、割り込むんじゃねえよ、順番守れや、いってえな、ケツがもうやばいことになってるよ、ケツだけ脱毛しちまったよ、あぶね、赤だったろ今の、怖くない、ここ殺伐としてない。さあ一人だけ抜きんでた顎がいますね、成長期か、よし、目の前が怖すぎるよ、透明になります、ここは安全第一、おお、すんげえの取ったな、
後ろすごいことになってる、すんごいことになってる、後ろすんごいことになってる、これ安全第一。よし、落とすなら早く落とせ、落ちねえのか。よし、イン取った、いいアイテム、すん、なんでこんなにアイテム強烈に強いんだ、みんな。いつき怖すぎる、いつきが怖すぎる、いつき許して、いつき許して、いつき許して。まあでもでも許されたよ、ゴール先だから。ゴリラが後ろにへばりついている。始まったステージで終わるって結構珍しいことですよね。よろしくお願いします。生まれ変わったゴリラの力を見せるとき、よそう、この試合をね、乗り越えて私は一つずつ成長しているから。すいえすいえ、まあ結果で示しますぜ。ウェルート、うし、みんなこっち来てんな、激しい。ほっ、おらー、いいね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 、上がってきてる上がってきてる、あがががががが、これこれこれ。ちょっとむちゃくちゃだろ、危ねえよ今の。だ、誰もげ、あのあれだ、脱落してないのがすごいわ今の。怖い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 、後ろ怖いよ、なんか狙われそうで怖いよ。これがトップを走るってことなんですね、カッコ2。よし、上の方が遅そうなんだけどな。でも上の方が比較的安全ってことだ。おらおらおら、こういう時ね、ふり踏んでねえのか。せっかく私の防御を削ってまでの渾身の攻撃が。くう、まあ一応コインは今使ってもちょっとした加速パワーにしかならんので、今は温存で。うえ、アイテム2つ取るよりここは加速だ。あー、防御が薄すぎる。来てますね、コイン使っとくか。もうよし、来てる、なんか持ってる、わからねえ、持ってないと願うしかない。こっちの方が早いっぽいな。よし、最短ルートで行きましょう。コインを持っておけば次は防御アイテムが必ず引ける。よし、ほぼね、オッケー。でさっきトゲちゃん来てる、うわー、トゲちゃん、トゲちゃん、オッケー、スルー。オッケー、これは救われたな、おそらく。よし、見てください皆さん、最後1位で終えれそうですよ。1位オブザシーン、覚えて帰ってください。これは新たな義務教育のカリキュラムですよ皆さん。なんかいるんだよなそこ。ちょっと待ってください待ってください、1位オブザシーン、コウくん待って、ちょっと待って待って、おい、いや、ちょっと、こ、なんかあれだよな、3位で悲鳴上げるパターンだった気がするんだけどな。うーん、なんか2位は守れた感じが、こう、心に、感情にブレーキをかけている。ありがとうございました。